現場の空気でお声を聞きたかったんですけど、この間、徹子の部屋さんに出られてたじゃないですか。だから、徹子の部屋さんって芸人さん中坂ってよくネットとかで見たりするんですけど、もうお声さん全然普通にスーッとこうやられてて、堂々とされてて、雰囲気的にどんな感じなんですか、番組の雰囲気的に。いや、あの、打ち合わせとか年末にめちゃくちゃやるんですけど、はい、プロデューサーの方がいろいろやるんですけど、結局最後の最後に、はい、まあいろいろ打ち合わせはしてますけども、はい、まあ、最終的には黒柳さんがこうなってああなってってなっちゃうかもしれないんで、もうとにかく、どうなったって適当に合わせてくださいみたいな。そんな指示が。はいはいはい。適当に合わせにはちょっとね。うん、しかもマジックだしね。そうですよね。あれでも面白かった。面白いです。偶然見てたんです。ママの。そうですよね。夏でしたよね。あの夏でしょ。そう思うんです、はいはいはい。実家に帰ってた時に、うん、ちょうど見つけたら、うん、そう出ていらっしゃって。そうなんです。そうなんです。ああと思って。嬉しいです、ね。だからめちゃくちゃ良かったらしい。数字がね。それ面白かったですもん。面白かった。しかもやっぱりみんなやっぱりあの今の人はテレビあんま見ない。ああたまたま実家に帰ってて実家で見てたやつを見たみたいな。そうですね。良かったですね。そうですそうです。安定してますからね。小石さんの喋りがやっぱり当然のようにね、普通黒柳徹子さん目の前にいらっしゃったら我々なんだ。ああもうガチガチになっちゃったから。そうですよ。普通は急にね、興味深い、興味深い、興味深い。本当にね、まあ、こんなこと言っちゃなんですが。こうなんて生き人形、アンドロイドっぽい。はいはいはい、はい、こうやってあのあそこの外にあるんですよ。徹子の部屋の写真撮れるの。ああそうなんですか。老人形を座ってて、あのちゃんとソファーがあって、その中でこうやって写真撮れるのがあって、まあ、それとそんなに変わらない。こっち側にいるんですよ。いるんだけど。こうやって喋ってても、これ本物かよ。この辺に筋がないかなとか。こうやって触って。もうね、もう、こうやって繋ぐ人形みたいな。何年か前にもナポレオンさん出られてたんですか ?20 年前。20年前。20年前出られた時はどんな感じだったんですか ?20 年前はさすがにもう何が何だかさっぱりわからなくて、それで黒柳さんのお友達に A 六輔さんという方がいて、A 六輔さんがよく僕らのことを使ってきてくれて、それでもう、なんていうんですかね、なんつった A さんの鶴の一言で出させていただいて、出なさいって言って、何ですか、徹子に、って、こう出たんです。すごいですよね。その時はさすがに緊張されました。緊張というよりは、あの僕はあの段取りをやっていかなきゃいけないので、はい、それで一生懸命とか、うん、緊張する暇がない。へぇー、そういうことですね。そうですね。緊張する暇がない。そうなんですか。頭フル回転させてないといけない。本当の意味の頭フル回転。上手なんですよ。頭のね、外側回すのが得意なんですよ。中身はなかなか回らないんですよ。分かってておっしゃったのかなと思いましたけど。鋭い。すごいですよね。自分でもびっくり。自分でもびっくり。でもよく言われるんですよ。やっぱマジックって。頭使うんですねって言われる、使うよそれね。使いますよね。めちゃめちゃ使うと思いますよ。頭だけですよね。頭だけ使ってたらもう、すごい。だってあんな、すごいですね。ロマンですよね。人間のロマンです。ロマン。ロマンですよ、マジックは。本